今週のゲストは日本経済新聞社編集委員の島澤博さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、うん、島澤さんは1955年山口県生まれ慶応義塾大学文学部を卒業後日本経済新聞社に入社され北九州市局長静岡市局長 日経グローカル編集長を経て2010年より生活情報部編集委員としてシニア記者が作る「心のページを」をはじめ人物や旅企画温泉コラム人間発見文学周遊アートレビューなど幅広く執筆されていますあ島沢さんどうもご無沙汰してましたああご無沙汰さまですあのまあ何年ぶりですかねえっとおそらくね、うん、89年ぶりぐらいじゃないかなと思うんです2007年ののあ 地域中小企業サポーターズサミット、あ,はいはい、あれ、私が司会やらせていただきまして、なんか失礼なことを言ったんじゃないでしょうか、なかなか迫力のあるボスの聞いた方が隣にいらっしゃってです、ね、大丈夫でした、ええ、大丈夫でした。まあ、あのお会いした時、えー、島澤さんは、えー、日経グローカル編集長ですけども、はい、どうですか、あの外事なんかやってると、ずいぶんやっとなんか。 その日系グローカルとやってたローカルの時代が来たと思うんですけどあ、まあ、意外ですね、あ,のまあ割とグローカルってのはグローバルとローカルの造語ですからね、はい、これはまあ言い出しっぺは平松盛彦さんであるとか。 あるいあ他の説もいろいろあるんですけども、はい、やっぱり両方に目をつけたという点で、まあまあ、あのいい路線できてるかなと思います、はい、ただ、当時は比較的やっぱり自治体そのものに喝を入れるっていう路線でやってたんですけども、うん、自治体も結構経費カットの波が激しくて、ですねでむしろその、まあ、この間、泣きべしと書いた議員がおりましたけども、その議員を教育してやろうじゃないかっていうかね、でそういう意味で、議員なんかにむしろ直接読んでもらおうと。 いうような路線にちょっときっ感じを切ってます。うん、まあ、あのここに7月に日本経済新聞社出版社から。出版された本、うん、もう東京はいらない。地域力を高めた九つの小さな町の大きな話という本がありますが。これは、あのし。島沢さんの発案なんですかね。いやいや、あのー、まあ、先輩。 ども一緒に出してきた実はシリーズ本でこれは実は「住んでみるシリーズ」っていうのも3冊目にあたるんですは<ー>、えー、2000最初に始めたのが7年ぐらい前ですかね、はいえー、とにかく新聞記者っていうのはとにかく、まあ、取材の時間も限られてるし、まあ、一定のところにまとめて住んでですねこう定点観測したりあるいは地域に溶け込んでみないと分かんないことっていっぱいあるんじゃないかということでですね最初はに ルポン日本の縮図に住んでみるということで、えー、沖縄の与那国島に先輩が住みましたそれとか横浜の土屋街ですとかねあるいはその岡山のハンセン病棟とかですねそういったところから結構エッジの立ったような地域から始めたのが最初です、うん、で第2弾としてまあその「まあ、被災地シリーズ」ですとかねそれを「絆の付属」っていう形で前回まとめましてで今回はまあもう一回はやっぱり地方に あの焦点が当たっているという意味でもう東京はいらないというあえて頂点的な見出しをつけてですねあの出版させていただきました。 まあこれタイトルがなんかドキッとするんで、僕も送られてきた時驚きましたけど、高いですね。絆の不動はいくらだったんですか。いやこれはねギリギリねなんとか千九百円プラス税で抑えたんです。そのぐらいだよね。私まあ出版不況はねまあご承知と思いますけども、負け癖がついてましたね。ブズから見てこの値段じゃないと。本当はだからもうちょっとす。 せめて2000円ぐらいにしたかったんですけどね、えー、それであれば普通の人が手に取ってくれるかなとまああのここにもう東京はいらない地域力を高めた9つの小さな町の大きな話という本がありますがまあ日経の、えー、シルバー記者が地方に行って書き上げた本ってことなんですけどま,まずあれですねこの9つの場所をせっかくだから、はい、言ってください、ね、なんか、えー じゃああのー、簡単に言わせていただくと、まあ、結構有名になりましたと高知県の梼原町ございますね,あ,ますねあと、まあ、これ農村の力ってことで有名になりました福井県の池田町というところがございます、はい、あとはまあ世界遺産に選ばれたということで山梨県の富士河口湖町、まあ、ここに拠点構えて富士山周辺をずっと人,人とか土地を探ってみたと。 あとは、割とやっぱりその、まあ、韓国との問題もありますけれども、対馬ですね、そ、うん、と北海道の二分谷ですね、うん、あとはあやっぱり普天間基地のあるもう宜野湾市が今、どうなっているかということと、はいうん、あと、まあ、これはちょっと変わった視点ですけども、大分県の宇佐市ですね、ここは結構移住の人気が高いんですね、はい、今。はい これは私がやりましたけど、まあ、原発の工事がス,ストップしてしまった後のマグロの町であるところのその青森県の大町町ですねえっ、はい、と世界記憶遺産になりました福岡県の田川市とこの急編を収めております。まああれですよね見事なぐらいなかなか現代の日本の問題点が縮図の,のように詰まっている場所を選ばれたと思うんですけど。 えー、島澤さんが、えーはい、まずはあの滞在して、えー、書かれた青森県大間町についての、はいえー、課題とその成果などをちょっと教えていただけますかこれは私は、まあ、実は入社以来のライ,ライフワークとして本州の最果ての地っていうのは、まあ、原子力施設っていうものがあって結構、迷惑施設が結構集中してるんですね。はい、まあ逆にに非常に貧しいとと土地です まあそういったところが突然、そのマグロのブランドがブレイクして、です大、ね、間マ,マグロってことは、もうなんか民放なんかでも、非常にこう、マグロの漁師の物語っていうのがね、着目されてますけども、そう,ね、まあそういったところが、ですね、まあ、観光で食ってこうやっていう機運が生まれてたところに、この3.11が起き、でそのあェ J パワーが、そこにそのプルトニウムを燃やすという形の大間原発っていうのを建設を始めたんですね。 ただ,ただその瞬間にあの工事がもう止まってしまって今はまあ周辺工事は進んでますけどもまあ再開工事再開の本格的なめどはまだ立ってないという現実がございましてまあそこでまあ実際両親の方とかあるいは町民とかですねあるいは U ターンしてきた結構元気な女子なんかもいるんですよね。そういった人たちがまあどういうことをやってるのかな考えてるのかなということを実際私自身がまあ住み込んでみて聞いてみようと思った次第ですね。 この場合島澤さんは大間町に、どのくらい住み込まれたんですか、はい、これはですね、うん、計算しないとよくわからないですけど、40日か50日ぐらいは住みました、<ー>当時、まあ、だから1月の室温でですよ、マイナス2度ぐらいの、うん、これなんかストーブ炊いても15度以上上がらないというようなアパートに住み込みましてですね、まあうん、ちょっと死ぬ思いをしましたね、うん、でもあれですよね、その大間で有名なマグロは冬は取んないと、ね、取,取りません。 この事件も死んだようですね、すおそらく夏です、で大間あの、お祭りなんかもこの頃にありますから、そうですよね、はい、だから雑誌となんか新聞ジャーナリストは違うのは、雑誌は調子のいい時だけ行くじゃないですか、<laughs> だから僕たちはもそんな寒い時行きたくないんですけど、<laughs> まあね、なんでまたそんな寒い時から入ったんですかね。えーいや 逆にですねその最盛期はまあお客さんも来て賑わってるだろうと、あ<ー>まあそうでないときは、じゃあどうやって暮らしてるのという実態が知りたかったわけですねそれであれですよね、忙しいときはあんまり話、邪魔だっそれは邪魔扱いされますし <laughs>、ね、よそもんですもんね、ねまあ、漁協もうるさいがありますしね、まあ、ただ、まあ、私が住み込んだ頃ころは、晩やっていう、ね、その漁師小屋へ行くと、誰かがいるし。 大体まあ愚痴を言ってたりしますんでね、うん、で毎日毎日通ってるとなんかタコかなんか焼いてくれてですね、うん、焼酎飲ませてもらってですね、うん、だから結構本音が出てきますんで、うん、そういう生活をやってましたね、はい、へえ<ー> J−WEEK あのまあ、こうやって9つの地区にですね、はい、まあシルバー記者っていくつぐらいを指すのか、僕ちょっと分かんないですけど、<laughs> 50代以上ですか,から、ちょっと性格あるんですけど、そのシルバーってなって、シニア記者と呼んでいせんですか。 まあ50から60にかけてを我々は一応シニア記者というふうに定義しておりますりまそのシニア記者さんで、はい、まあこれだけの場所を行かれて、はい、あの変わった方いますかねなんかこう自分の,その将来をなんか住んでみたらいや本当にすごいんだなとかなあとあそれは先輩の中にはおりますね私たちの同郷の、まあ、とある先輩は、えーまあ、日本でも相当寒い、はい、野沢温泉 小沢温泉村、はい、まあ,あれちらに本当に住んじゃいましたからね<ー>あの取材を終えた後<ー>、えー、退職金もらってあちらで家建てて、はい、まあ今ちょっと親御さんの介護とかあるたりで、はいで、うんえー、ですけれども、まあ、でも一時あの外ごとでも海外移住とか行ってニュージーランドとか、はい、それから物価の安いスペインとかそういうところにええー シルバーじゃなくて、シニアの方たちが、シニアの方たちが移住されたと思うんですけど、あれはシルバーコロンビア計画っ呼んで,た <laughs> ですよね。うん、でもの、でも、ケニアにも来た方いますけど、みんな帰っちゃいましたね、<ー>やっぱり、あそう最後は結局、<あ>自然がやっぱ強烈にきついんですかねわからないですね、やっぱり、うん、あのなんか結局はお,お墓が日本なのかどうかわかりませんけど。うん 新「アタック ZERO」あとこの間々に入ってるこの茂谷幸助さんの,この取りまとめというかな、ええ、まあこの人もすごい人ですねこれが今回の結構売り物なんですね、まあ、過去の2冊っていうのはわりと新聞の連載そのまんまちょっと過失して、まあ、書きっぱなしと言いますかね悪く言っちゃうとだったんですけども。 まあ今回のはあえてそのナビゲーターとかあるいは解説者として各省にやっぱり今現在をよく知っているしかも日本中をよく,よく歩いて生で知っている茂谷さんに今現在と書いてあるその当時となおかつそのここでは書かれてないような話を補ってコメントいただいたというところですねです,すごい方だと思います。 まあ,あれですよね、茂谷さんがバッサバッサと採点してるみたいで、ええ、なんでファナックを取材しなかったんだ <laughs> <laughs> それはありましたね、なかなかだからお、おもしかったと思うんですけど、<え>このもう東京はいらないの、<え>この本の冒頭に、人口減少が2040年までに全国の約半分の、えー、市町村が消える可能性がある、<え>約半分、896市町村とか<え>書かれてますけど。ええ これはまあ外事でも取り上げたデータですけど、えー、えこれがあれなんですか、増田さんんのレポートなんですかいわゆるあの、の増田レポートという、まあ、地方消滅というタイトルで、まあ、本になりましたけどね、これが、まあ、いろんな話題をこう投げかけた本ですね。 まあでも実際、本当にこんなことになっちゃいそうですかね、現場で取材ししてらっしゃっゃ、えーえー、やっぱりその少子高齢化の波っていうのは、恐ろしく拍車がかかってまして、やっぱりどこの自治体においても、老人がやったら多いという。 現象は出てますよね。それと、やっぱり、東京なんかも一見すると、今現在、まあ、若い子なんか多く見えますけれども、そういったか女の子が、まあ、結婚しない、まあ、結婚しなくても、子供を産まないというね、現象、これがむしろ、田舎よりは東京の方が深刻だっていう現実がありまして、はあ、その辺にも焦点を当てているのが、この消滅都市ですね。 茂谷さんなんかはやっぱりその東京の方がはるかに深刻であるからだからもう地方のやっぱりその安,安心の、ね、種たなびをね、ともしなさいというようなことをむしろ積極的におっっしゃってますねあこれが帯に書いてる安心のたなびを見つけたと。ええ、はい ででもあれですよねこれ、モタニさんの解説見と、種火を見つけた場所は、あんまなかったですよね、大体クエスチョンで終わってる、えー、これがね、モタニさんも相当増田レポートを意識してまして、はいはい、それで、それぞれの都市において、やっぱり少子化がどこまで進行が進んでるのか進んでないのか、はい、チェックス入れてますよね、うん、そこで合格点取れてるところはほとんどない、うん、そうですね。 いろいろな地域にあの島澤さんは記者の時にえ活躍の場として行ってらっしゃると思うんですけど、何かこう日本の地域っていうのは、ずいぶん変わりつつありますかね、今えとねいや一つには、ある意味、東京をモデルにこう発展を目指してきた地方都市が多いものですから、全国がその金太郎面みたいな街になっちゃいましたよね、はい。はい えー、県庁所在地なんて思う大体そうですけど大体その駅前の居酒屋ですとか外食チェーンとかの配置まで一緒だったりしますよねそういったところがですねここでもう一回なんていうかなそれだけではやっぱりこう持ちこたえられないっていうことで、えー、特色ああるるる街に、ねえー、変身ししようととていい現在があると思います、はい、それが B 級グルメがきっかけであったりしたりするんですけどね。あ まあ僕なんか、イタリアのスローフード協会知って、イタリア行ったら、イタリア人っていうのはみんな田舎者が自慢してるじゃないですか、<laughs> それで元気ですよね、地方地方で特色があって、ええ、なんかやっぱり、あんなことって本当は日本でできないわけないですよね。 うんやっぱりなんかし東京至上主義といいますかね、はい、まあ私の子供の頃、まあ、小倉さんの,子の頃も一緒でしょうけど僕の恋人東京へ行ちっちっていう森谷博士の歌ありましたけれどもああ, <laughs> まああいった価値観の延長上にねやっぱり東京はあったわけですねやっぱりこの出世すごろく上東京へ行くそこが上がりであるみたいなね。はあはあ あ,れあるいはそ東京で成功して、田舎へ戻ってくるみたいな人生スゴロくあったと思うんですけども、えー、でも、そんな、島澤さんのときでそうですかあ,ありました、それ、あ,<ー>ありました。僕のときはなんかで、東京の子はやっぱりニュ,ニューヨークとかロンドンか <laughs> とか、小倉さんは東京のご出身ですうですよです、ね、東京ですけど、へえ東京なんか大したことないと思ってましたけどね、へやっぱりあるんだ。 えー、だからなんか、上野っていうと、なんかあの地方の人が来るあの場所で、えーえーむ、むしろなんか、東京駅は西の方が文化が東京より早かったっていう意識が僕はありましたけど、ね、まあそうですね、明治時代はでも武蔵野なんていうのは相当田舎ではあったんですけどね、うん、でもやっぱりその後やっぱりその本当に先ほどの話に戻りますけど、グローバル競争をやっていく中で、東京みたいな大都市が、はい。 まあ、あってこれ世界競争上もやっぱり不可欠なシステムではあるんですよね、はい、ただまああるところから人が増えすぎてしまったとかね、はい、あれはマネー市場主義みたいなことだとか、はい、やっぱりバブルが、うん、でものすごいなんていうかな実体経済を超えたようなね、はい、お金が動くことによって何かが間違ってしまったっていうようなね、うん、ことが起きたことと、うん、それと地方の見直し金みたいな部分が重なったんではないかなというふうに私は思ってます。 それで実際、あれですか、今現在、島沢さんの評価は、地方はこ、まあ、この地方創生みたいなあの一声で、ずいぶん僕たちにして,してみれば、若い人たちがあの住み着くようになって、ずいぶん変わりつつあると、大、ま、体、あ、<っ>私楽 <laughs>、ねいい、楽観的なんで、か楽観的はどうでしょう今、いやいやまだまだですか。あのー、やっぱり評価できる場所とね <laughs>、はい なんかなマスコミも結構書かないような部分があるわけですよ、はい、やっぱりその結構ね、イターンが多くても、モタニさんもあるところの場所でコメントをしてらっしゃいますけども、イターン組と地方のじいちゃんばあちゃんっていうのは結構仲良くできるんですよ、はい、でいい縁を切り結んでるわけですね。はいはい ところがやっぱりその肝心要の議会だとか、はい、その政治だとかって世界にはちょっと廃胆者に入ってほしくないなってことをやっぱ思ってたりすするわけでそういった人たちとの結局はアイターンでせっかく住んだ人たちがもう一回戻ってしまうっていう,う現象も実際出てますからそういったものをもう吹き飛ばすといいますかかか、うん、するね海面活性剤みたいな役割を果たすものとして U ターン者っていうのがもっと増えてほしいなってことを。 谷さんはされてじめ、ね、あの島澤さんは、はい、福島県いわき市にも随分行かれてるようですけども「はいえー、ふるさと細胞福島市いわき市」これも随分連載長かったみたいですね。えー、これは実は去年の9月1か月丸々、まあ、いわきに住み込んでみて、はい、でそれで10月から12月まで、まあ、毎週土曜日ですね長官勇敢。有官 で連載をずっと続けました、はい、これはあのどういうきっかけでいわきを選ばれたんですかええ実はですね、まあ、あの今回の、ね、東日本大震災っていうのは南北海岸線延長にして600キロぐらいあるわけですよね、はい、それで被災3県っていいますけどもなんか、まあ、こう被害の受け方の度合いもね復興の度合いも全然バラバラですよね,すね私は石巻とか、はい、気仙沼とか女川とかいろいろ参りました。はい、ですけどもやっぱりい 宮城もこれも大変な問題抱えてるし犠牲者が多かったですうん、うん、ところがやっぱ福島というのはやっぱ異次元のこう被害件ではないかなという気がしまして、ねうん、実は先輩が前の本で、ねうん、その陸前高田の話を書いていたルポを早々に書いたんですけども、これだけでやっぱり東日本を統括しちゃいけないなと思いまして。 いまだに続いているです、ねうん、福島の問題を取り上げたいと、うん、まあ原発の中に住むわけにはいきませんので、うん、まあ原発から避難している方々が一番多い、福島県の南端の、ね、気候も温暖なあです、ね、ところに、まあ、いわきに住んでみたということです、うん、で実際あの、どうでした、いわきに住まれて、やっぱり被災者の方たちは、あれですかま、まだまだ心の傷が癒えていない。 えー、いやあのー、私は率直に言いますと複雑骨折を,を起こしてるなっていうのが感想なんですよね、はい、つまりいわきそのものも400何人だかの津波被害者とか出てるわけですそれはそれで、まあ、被害とし規模としてもでかいんですけどもやっぱりただそのいわき市に、えー、結局、まあ、富岡とか大熊とかですね双葉とか ああいったところから、まあ、人が避難されてますよねそれで仮設住宅いわき市内以外にもあるんですけども仮設住宅に住んでらっしゃるもうそろそろ4年を過ぎて5年目入ろうかなっていうような段階を迎えてますけども、はい、まあお話伺ってるとやっぱり東電からの保証金を1人当たり月10万円ずつもらってる人々と。はいうん まあ同じ被災者でありながらですね、まあ、福島原発そのものの直接の影響ではないということで鈴芽、まあの涙とは言いませんけども全然やっぱり相当その保証格差があるということからああ新旧住民同士の相当厚いげが進んでいるなっていう部分ですねああああこれを非常に問題として感じました。 でも、あれですかね、この茂谷さんも、はい、要するに、まあ、東京はいらないっていうことじゃなくて、まあ、これからの日本の発展のために多様性だって書いてますけども、ええ、あの実際、現場をこう見られてる柴澤さんから見ると、やっぱりそのに日本のち地方の多様性っては、そんな簡単には取り戻せないと思って戻すのは難しいところに来てますよね。あはあ、まあいろんんな理由があると思うんですよねやっぱりその東京を目標にしてきちゃって 歴史があって、はい、その次何が起きたかというと地方の中枢都市ですよね、はい、仙台だとか、<ぁ>あるいはその名古屋だとか、広島だとか、福岡だとかっていうところにこうだっとこう人が集中して、はい、そこへストローのように吸い込まれるっていう<ぁ>、まあ、ミニ東京というかね<ぁ>、まあ、いい現象ではあるんですよ、これ東京が分散するという意味ではね。 その枝葉のところの地方がやっぱり相当人が減ってますよね、うん、そういったところが本当、存続不可能な地域になりつつありますしね、うんまあ今日は本当にあのバスで何時間も行かれた地方に住まれた、<laughs> 私たちが先輩記者たちのまあ貴重な本を、本当にこれはいろんなヒントが詰まった本だと思います。あ まあ、もう東京はいらないちょっと高い2500円ですけど<え>ぜひあのこれ売れたら次回から先させていただと思います<笑><笑>今日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました <noise> ロハストー